台湾が初めて自主建造した潜水艦、ウミコン、ハイクンの機密情報が中国に漏洩したという疑惑が浮上し、台湾の検察が捜査に乗り出した。この潜水艦は、台湾南部の高雄にある造船所で2020年から建造されていたもので、9月28日に蔡英文総統も出席して進水式が行われたものだ。今回は、中国スパイ疑惑について詳しく見ていきましょう。台湾初の国産潜水艦、ウミコン、ハイクンの命名、進水式が、2023年9月28日、同国最大の造船会社、台湾国際造船の高雄造船所で開かれた。原動機や室内外の各種装備を船体に取り付ける工程とされる、偽装や、2024年4月に、実施予定の最初の海上試験などを経て、2025年に就役する予定だ。台湾は、1960年代からアメリカをはじめとする海外の潜水艦取得を目指していたが、中国の嫌がらせや国交断絶による外交的孤立などが響き、なかなか思い通りにはことが進んでいなかった。しかし、2014年に馬英九前総統が自前潜水艦の建造計画を表明し、今回の進水式は待ちに待った悲願の一歩となったのだ。台湾初の国産潜水艦の主要任務は、現実味を刻々と増している台湾有事において、中国海軍艦隊による太平洋侵入を防ぎ、台湾周辺海域の包囲封鎖を阻止、突破することにある。この自主建造潜水艦計画は、馬英九前政権時代から、2016年発足の蔡英文政権に引き継がれて着実に進められてきたものであり、台湾の国防史上、極めて重要な意味を持つイベントとなるため、総統自ら9月28日の進水式に参加し、除幕をしたわけだ。蔡総統は、式典の中で、これまで、自前建造は不可能な任務と考えられてきたが、我々は成し遂げた。国産潜水艦は海に深く潜り、静かに祖国を守り、自由と民主主義を守る力になるだろう。と、平和を願う気持ちと、対中国の思いを込めて挨拶をした。艦名は一見すると、空飛ぶクジラのような伝説の超巨大魚にちなんで、ウミコン、ハイクンと命名し、艦番号は711が付与された。ちなみに、台湾の潜水艦は、海竜、海虎、アザラシといったように、海の後に、生き物の名前を付けて名付けられている。ヨーロッパの海軍専門メディア、ネイバルニュースの9月28日付の記事によると、艦は、台湾島を上品に表現しており、大きい、ステルス性、予測不可能という意味を持ち、新たな攻撃型潜水艦としてぴったりの名前であると報じた。この潜水艦は、建造を指揮した元参謀総長が、一部の台湾メディアに対して、国会議員にあたる立法委員の中に、プロジェクトを終始妨害した人物がいると言ったほか、落札できなかった業者が、機密資料を中国に漏らした疑いがあると報じた。この報道に関して、台湾の最高検察所は、10月2日、国家の安全と国防の機密に関わるもので、各界の重大な関心を引き起こしているとして、高等検察所と台北地方検察所に対し、即座に捜査するよう指示をした。最高検察所は、疑惑の詳しい内容や具体的な人物の名前などは言及していないが、潜水艦を自主建造して実戦配備することは、台湾周辺海域で空母などを使った嫌がらせを活発化させている中国軍に対し、抑止力の向上につながると期待されているもので、捜査の行方を注目していかなければならない。長年にわたり中国共産党と対峙している台湾は、軍事力強化に努めてきた歴史を持ち、日本のように外国製兵器の購入とともに国産開発を進めてきたわけだが、海軍力では急拡大する中国海軍に差をつけられる一方で、もはや海上優勢の確保が絶望視されていた。海上戦力で劣勢な場合は、隠密性に優れた戦略兵器である潜水艦を活用するのが、戦術的にとても有効であり、優勢な敵に心理的不安を与えるのみならず、
その行動を制約することが可能だ。しかしながら、台湾には弱者の味方とも表現できる潜水艦が2隻しか保有しておらず、それもオランダから1980年代に買った古い艦のほか、2隻の訓練用潜水艦については、アメリカが第二次世界大戦時に建造した超がつくほどの旧式艦である。もちろん、台湾海軍も潜水艦戦力の近代化を目指して試行錯誤してきたが、憎き中国の妨害と圧力によって、外国からの新規購入すら許されなかった。そこで、技術支援を受けながら自主建造を目指す方針へと方向転換し、ようやく2023年9月に台湾初の国産潜水艦ウミコンが進水したということだ。ウミコン級潜水艦の性能としては、排水量2500トン、全長約70メートル、深度約350-420メートル、兵装は MK48-530mm 魚雷、ハープーン追艦ミサイルなどとなっており、建造費に関しては約1800億円とされている。ウミコンは、オランダ潜水艦の設計的な影響を受けつつ、海上自衛隊の双竜型潜水艦と同じく X 字型の舵を採用し、ディーゼルエンジンによる通常動力型ではあるものの、これまた海自動用の最新リチウムイオン電池を搭載している。主武装の MK48 魚雷とその周辺システムは、トランプ政権下のアメリカから購入したもので、戦闘システムやソナー技術に関してもアメリカ製であると報じられた。また、一部技術はイギリスから輸入したとも言われており、こうした技術支援のおかげで台湾で停滞中だった自主建造が実現したわけだ。対中国として、日米にとってもプラスのことが多く、計8隻が建造されるこの新型潜水艦によって、台湾海軍は劇的な戦力強化を果たす一方、中国海軍にとっては、脅威が高まったことは間違いありません。そのため、中国は台湾の自主建造を激しく非難しており、中国海軍が苦手としている推薦能力の引き上げをせかされた形となっているくらいだ。日米からすると、台湾は潜在的同盟国にあり、対中国として自主防衛力を高めるのは大いに歓迎すべきことである。むしろ、今回の新型潜水艦の自国建造により、8隻体制が無事に完成すれば、日米豪艦と合わせて、中国海軍の潜水艦戦力を、質、量の双方で凌駕する結果となり、非常に強力な抑止力を構築できる。日本も、台湾の自国建造に関与したのかというと、まず、潜水艦というのは、兵器開発の中でも、極めて技術的ハードルが高く、高性能艦を量産できる国は世界でも数えるくらいだ。半導体技術が世界ナンバー一の台湾でさえも、潜水艦建造は別次元の技術力が求められるので、対中国を意識した国々の技術関与があったのは間違いありません。一説では、アメリカやイギリスに加えて、オーストラリア、韓国、インド、カナダ、スペインからも、エンジニアと元潜水艦乗員などを集めたとされ、本来ならば、今回の潜水艦は多国籍プロジェクトの結晶と言ってもよい。蔡英文総統が出席した進水式典では、アメリカ、韓国、そして日本人も招待されているのが確認されているため、おそらく、今回の建造には、海自潜水艦を担当する三菱重工や川崎重工の OB も携わっているだろう。ウミコンが、X 字型の舵を採用している点や、台湾海軍の能力向上が日本にとっても有益なことを考えれば、関与していても全く問題ないのだ。中国が問題点として挙げるならば、日本政府が裏ルートで技術支援をしたのか、それとも日本人技術者が勝手に関わったのかという点である。前とした台湾の公式式典にいる時点で、さすがに日本政府も把握、了承済みと思うが、日本と台湾は正式な国交が樹立されておらず、公には防衛協力ができない事情から、実は裏ルート経由でしか支援できないのだ。そもそも、日本は産業機密を保護する法整備が滞っているため、仮に技術者の自由意志で関与したならば、政府及び防衛省が
どこまで把握していたのか気になる点であり、しかも中国側への情報漏洩疑惑が浮上しているので、結局のところ技術流出の懸念は拭えませんね。